僕たちは新しいビジネスをスタートする、新しいことをやっていくときに最初からうまくいけないんだっていうのを忘れちゃいけないと思うんですよね。で、あえてこれをメンタルトレーニングの鍵、これをメンタルトレーニングの一つとして使っていただきたいんですね。Hey guys, thank you so much for checking out Chris's room. 今日はね、本当にちょっと素敵な場所にいて、マンスリーっていうコースを作っていてですね、メンタルトレーニングのコースを作っていて、練習っていうコンセプトについてのビデオを今ちょうど撮ってたんですけど、せっかくなので、ちょっと YouTube 用にもその練習についてお話しできればと思いました。ね、やっぱり僕たちは特に日本の文化で学ぶと、この丸バツ感覚の教育が強いと思うんですね。ね、やっぱり日本みたいな文化っていうのは、そのステータスをものすごく大切にしている文化だと思うんですね。まあ多分これはね、江戸時代とか江戸時代の前の時からあった文化だと思うんですよ。ね、天皇陛下がいて、でお殿様たちがいて、ね、でその下に、ね、侍がいて、その下になんか農民がいて、で農民は侍が言うことをいらないといけない、で侍の人は侍のトップの人がね、江戸時代だったらね、江戸の言うことをちゃんと聞かないといけない。でポイントはね、本当にこの日本の文化っていうのは、偉い人が言う通りにやるといいことが起こるんだよって、ね、これは学校の場合だったら先生が言うことをちゃんとやりなさいって、親が言うことをちゃんとやりなさい、ね、結構いいことですよね。悪いことではないですよ ね。で上司が言うことだからちゃんとやりなさいって、社長が言うことだからちゃんとやりなさい、会社が言うことだからちゃんとやりなさいって、ね、でも今正直言って時代的に変化が来ていて、そのなんか上司だからそのこれやれって言ったら本当にそれって正しいことかなみたいなことで考えて、まあ、自分の行動を変えていけられる時代が来ていると思うんですけれどもね。ポイントはですね、この上の人がこれやりなさいっていう、まあ、こういうね美しい文化でもあるんですけど、ある意味、ね、その丸バツ感覚の教育っていうのが日本にはあると思うんです ね。どういうことかっていうと、ね、学校、ね、ちゃんと宿題やりなさい、ね、テストちゃんとやりなさい、テストはちゃんと合格しないといけないんだよって、ね、でいい中学校入りなさい、いい高校入れるように頑張りなさいって、で今度、ね、いい大学に入りなさいって、でこのようなマス的な考えが結構広がっていて、でいい大学に入ったらあなたは丸、いい大学に入れなかったらあなたは×ですっていう感じですよね。で今度いい大学に入ったらちゃんといい大学で合格して出なさいって、で今度いい大学卒業できたらいい会社に入りなさいって、いい会社に入ったら今度ちゃんと言われたことをやってもっと頑張りなさいって、だから結局何が起こってるかっていうと、丸になれてもまた×になっちゃうよっていう恐怖が来るんですよね。でこの恐怖が、やだ罰になるの嫌だからって言って、丸になりたいって言って、みんなが認めてる丸をなんか僕たちは不思議に、まあ無意識かもしれないんだけど、無意識的に目指していくと、ね、でこの丸罰感覚の恐ろしいことがあるんですね。ダークサイドの、それについて今日はちょっとお話したいんですよ。で特に新しいビジネスをやりたいね、新しい教育を、もしかしたら先生で新しいスタイルの教育を子どもに教えたい、新しいスタイル、もっとうまくいく教育のスタイルを子どもたちに教えたい、まあ、親の方もそうかもしれないし、新しいことで副収入をゲットしたい、新しいビジネスをスタートしたいっていう人には超超超大切なポイントなんですね。でそれは練習っていう言葉なんですよね。丸バツ感覚のビジネスモデルで仕事をやっていくと、最初から合格するようなレベルの効率を出さないといけないっていうのがスタンダードの考えだと思うんですよね。でも論理的に考えると、
ビジネスっていうのは、特に新しいビジネスをスタートする皆さん、ね、新しいクリエイティブなことをやる皆さん、最初からうまくいけるわけないんですよ、ね、一番わかりやすいと思うのは YouTube だと思うんですよ ね。例えば YouTube っていうのをやってみたいなっていう人は、丸バツ感覚を持っている人は、ね、YouTube やってみようって言って、最初のビデオがうまくいかないと、でうまくいかないから自分を責めちゃうんですよね。で次のビデオをもっとうまくいかないといけないんだって言って、心配して寝れなくなって、もっと頑張ってもっと頑張ってって言って、ああこういうの出せないってなって、結局出せなくなっちゃう。結局そのプレッシャー、完璧にやらないといけないっていうプレッシャーに耐えられなくなっちゃって、でその YouTube のキャリアをやめちゃうっていう人が結構いるんですよ、ね、でこれは YouTube だけじゃなくて、新しいビジネスも実はそうなんですね。例えば新しいビジネスをスタートすると、特に日本の方は普通になんか大手企業のやり方と自分を比べちゃうんですよ ね。大手企業の広告、大手企業の広告のデザイン、ウェブサイト、ね、収入モデル、大手企業のコスタマーサービスとかカスタマーサービス、ね、で忘れちゃいけないのは、大手企業って50年とかの歴史もあるんですよ。中には何百年の歴史を持っている企業もいるんですよね、あるんですよ ね。で何十人、何百人、何千人いる会社もあるんですよ、ね、で僕たちは新しいビジネスをスタートする、新しいことをやっていくときに、最初からうまくいけないんだっていうのを忘れちゃいけないと思うんですよね。であえてこれをメンタルトレーニングの鍵、これをメンタルトレーニングの一つとして使っていただきたいんです ね。どういうことかっていうと、新しいことをやるんだっていう時に、まず最初からうまくいかないんだっていうのを知っていて、 70% のレベルのものを出すことができたらベリーグッドなんですよ、ね、でそれを毎週続けていくとね、本当に48回数学苦手なんです、ね、48回もの商品サービスを出すっていうことができるんですね。で正直言って48回やってたら、これ約50回にしましょう、年会50回やってて、それ3年間続けてたら150回ですよね。かなり上手くなるんですよ、ね、でも最初から完璧にしないといけないっていう風になると、自分に意外ともっとプレッシャーをかけちゃって、自分のこのプレッシャーが自分の行動を止めちゃうことになるんですね。なので僕たちが大切な、忘れちゃいけない大切なこと、誰か、自分が何かを出すときには、最初は練習だって、1ミリでもいいからやっていったら上手くなる、で続けていくと上手くなる、最初から上手い人はいないんですよ。で逆にお客さんとか他の人を見ていて、他の人がうまくなかったら、その人、お前できねえな、本当にこいつできねえやつだなって思った瞬間、今度あなたがそれをやると、その考えが鏡の法則でバン、カルマで戻ってきます。自分がなんかやれようなって思う時に、俺できないって、相手を責めたから、それやっていいんだっていう世界を自分でその時に作っちゃうので、自分にもそれが戻ってくるような世界が来ます、ね、だから人をジャッジしないっていうのはものすごい大切なんですよね。ポジティブフィードバックとか、フィードバックを言うっていうのは別なことなんですけれども、誰かこいつ本当にできないやつだなって思った瞬間、あなたがそれ、なんか新しいことをやろうと思った瞬間に、あなたがやったことだから他の人もやるんだっていうのがリアルですよね。あなたのマインドはそう考えますよね、脳は。でそれが自分に戻ってきて、今度自分ができないんだ、自分はダメな人間なんだっていう、この苦しい苦しい感情が自分に戻ってきます、ね、なのでその感情を外していくコツは、最初からうまくいく人はいないんだ、練習をやっていくとうまくなるんだ、下手で OK なんだ、これが理解できた瞬間、それが100点満点なんですよね。それが理解できた瞬間に、自由、フリーダム、次元上昇、イボーブします。
今まさに人類がそれができるチャンスです。古いビジネスモデルが、ね、ビジネス的にできないっていうのがバン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 入ってくると思います。新しいことをやっていかないといけない。どうやるんだ。最初は下手なのが普通なんです。最初からうまいっていうのは嘘なんですよ、ね、それが今日のビデオのメッセージです。 Alright you guys, thank you so much for checking out this video. で、ね、このようなメンタルトレーニングの教育とかそういうの瞑想とかに興味があったらぜひ僕のマンスリーコースっていうのを作っていますので、それにジョインしていただければ幸いです。月曜日の朝6時半、目覚ましクリス、おはようジャパン、グッドモーニングジャパンっていうのをやってるんで、ぜひね、もしまだ来てなかったら遊びに来てください。であとね、僕インスタグラムっていうのを結構やってるんで、ちょっとビデオストーリーとかやったりとか、LINE アットがね、なんかすごい料金変えたからあんまりビデオ流せなくなっちゃったんで、今インスタグラムクリスチャンモンセンの方でやってるんで、もし興味があったらぜひ見てください。 Alright, I love you guys。 本当に愛の時代、幸せを選んでいく、命を選んでいく時代っていうのが来ていると思いますので、お互い、ね、愛をシェアしながら頑張っていきましょう。 I love you guys so much. I'll see you next time. じゃあねー。